こんばんは。かわいいオーガスチン変奏曲、三拍子の曲もいろんなバリエーションで弾けるととてもピアノは楽しくなります。スラースタッカート、アーティキュレーションをきちんと弾き分けることもピアノ上達の鍵です。三拍子の弾き方、これも三拍子の弾き方です。それではまた、バイ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 。いつも絶好調のドレミファ音符姫、生徒を伸ばし育てます。